ウィリアム・バックランドは、イギリスの聖職者、地質学者、古生物学者である。最初に発見された恐竜の一つであるメガロサウルスについての著作を残した。デボン州のアキスミンスターで生まれた。オックスフォード大学のコーパス・クリスティ・カレッジで学び、ジョン・キットに鉱物学を学んだ。1818 18年に、王立教会の会員に選ばれ、 1824年から1826年と1839年から1841年の間、ロンドン地質学会の会長を務めた。1847年に大英博物館の諮問委員に選ばれた。自然科学の知識と聖書の記述の調和を図ろうとした立場の科学者で、1823年の著書、レラック・イ・ディロビアニーで、 ヨークシャー州のカークデール洞窟で発見された化石の記事と聖書のノアの洪水との関係を示す仮説を示し評判を得た。バックランドは植物の学名で命名者を示す場合にウィリアムバックランドを示すのに使われる。ありがとうございます。